発売されてばかりの、HG ガンダムバルバトス・ルプス・レクス、買ってきました。アニメ「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」の中で、モビルアンマーハシマルとの戦いを経て、かなりね損傷が激しかったので、修理してね、新たに登場したのがこちらのねバルバトス・ルプス・レクスですね。一見するとそんなにデザインが変わってないような感じもあるんですけれども、この腕の部分ですね、肘から下の部分が、長くなったり太くなったり、ね、大きくなったりで、かなりこう全体ね、本体全体に占める割合がかなり増えてます。こんな感じでやっぱりこの手の部分がねかなりインパクトが強いので、ある意味ねもう武器持たなくていいんじゃないかっていうぐらいのねこの迫力があります。ただね武器も付属してますので、こんな感じに、バルバトスのね、全高を超えるサイズの、超巨大メイスっていうのをね付属してますので、これでねガツガツね、殴る、そしてこの爪でね、引き裂くというような感じの戦い方をするね、バルバトスですね。で、大きくなった腕の部分にはサブアームもね、内蔵されたりというところがあって、結構ギミック的にもね、面白いね機体になってるみたいですね。そして今回は、このねテイルブレードという、尻尾のようなね、装備が追加されてるんですけれども、実はねこの大きな腕とか、巨大なねメイスとかよりも僕はこれが一番気になってます。実際このテールブレードを体験してみたくてこのモデルをね買ったと言ってもいいぐらいに、すごくね気になってます。それではこちら開封したいと思います。よいしょ、箱を開けると、まずはね色分けのシールがね、結構目立ってますね。今回色合い的にバルバトスは黄色の部分がね増えてる感じがするんですけれども、その部分のこの色分けのシールがねしっかりと付属してます。で、残念なんですけれどもこのね手の部分ですね、こちらランナーにこの部分ありますけれども、この手の部分は色分けねされてないんですよね。なのでこの手のね指先の部分を黄色にしたい場合はもう塗装するしかねないというところではあります。あとは白い、フレームの部分ですね。で、この部分ね、ちょっと分かりづらいですけれども、テイルブレードのねリード線が入ってます。そしてあとはフレームの部分と、あと武器のパーツですね。結構ねこうやってパーツで見てもねこのメイスの部分ねかなりでかいですよね。で、最後、説明書ですね。で、まずは一番カラフルなパーツですね。フレーム部分とかの、ちょっとね黒っぽいパーツと、赤、黄色、青のね、ガンダムのトリコロールのカラーのね、パーツのところなんですが、やっぱり目を引くのはこの部分ですね。かなりインパクトありますよね。で、この上の方ですね、こちらは握った形状なんですけれども、今回のバルバトスのイメージからはこっちかな。こう握った部分もねメイスを装備させたりっていうところもあるんですが、僕のイメージ的にはねこの開いたね手を開いた感じ、ガッとねこう今からねこう敵に襲いかかっていくようなこの手のね感じっていうのはなかなかねそそるものがあるので、こちらでね、作ってみたいなという感じではありますね。で、こちらは白い外装のパーツなんですけれども、色的にはね、真っ白なね、外装のパーツになりますね。青みがかったり黄色みがかったりせずに本当にね純粋な白という感じですね。で、この部分ですね、ここがね腕の外装の部分なんですけれども、このパーツ見ただけでもかなりね大きいというかいかついパーツですよね。で、この横の方にねこの膝からすねにかけての足の部分の外装があるんですけれども、このパーツよりねやっぱ大きいんですよね。これはねやっぱり腕の部分はねかなり作り応えがねありそうな感じですね。サブアームとかもありますしね。そしてこちらはフレーム部分のパーツ、これもね先ほどの手の部分と同じような感じの色ですね。比べてみても、同じ色のねパーツになりますね。で、バルバトスはね今まで何体も出てきてますし、そんなにねフレームの形状で気になるところはないんですけれども、この部分ですね、こちらの胸の部分のパーツに関してはこの部分は使わないパーツですね。使うのはこちらの先ほどのランナーのこちらのパーツですね。そしてこちらはねバックパックと、あと巨大なねこのメイスのパーツですね。で、色がね若干こう青みがかったというか黒っぽい、グレーですね、黒に近いグレーという感じで、このフレーム部分のパーツの色とは若干違います。フレーム部分はね、若干茶色に近い感じなんですよね。で、こちらは青に近いというかグレーに近い感じなので、重ねてみると、どうですかね、カメラでこの色がね、どのくらい違いが出せるかっていうのはね、微妙なところですが、肉眼で見るとね、もう明らかに違う色という感じではありますね。どうですかね、アップにしたら違いが分かりますかね。こことここ、こちら側がね、武器の方のね、パーツなんですけれども、若干こちらが黒っぽい感じで、こちらが茶色っぽい感じですね。そんな感じの色の違いがあります。そしていつものようにポリキャップと、あとはね、今回このねリード線ですね、中はね針金が入ってる感じで、電気のね配線に使えそうなね、このケーブルなんですけれども、こういう感じでこう曲げた形状でテールブレードをねこう支えてくれる感じになりますね。結構硬いですよ。ここの先にねパーツをつけてもしっかりとね固定してくれる、そのぐらいの硬さはねあります。そしてこちらは色分けのシール、結構ね黄色いパーツの割合がね多いような感じはありますね。で、最後ね、説明書なんですけれども、やっぱりねこのテールブレードですね、ここの背中からねこう尻尾みたいに生えてますけれども、この部分がどうなってるかちょっとね気になるんですが、でこの部分がねリード線を使ったところの組み立てなんですけれども、リード線をねパーツの中に入れてちょっとね返して折り返してねまたさらにこう引っ張るという感じで、この折り返しでこのパーツのところにね固定するみたいですね。で、あとはこちらのパーツをこの背中のねバックパックのところに差し込むという感じになってますね。で、リード線を使わないパターンでも組み立て可能なので、どちらかね選んで組み付ける感じになりますね。そしてこちらねサブアームのところなんですけれども、開けてサブアームを出して、こう展開していくという仕組みになってますね。で、完成するとねこんな感じで、手をねガッと開いて構えて、さらにテールブレードをねこう後ろからグッと前に持ってくるということも可能ですね。で、メイスをねこう叩きつけたような感じのポーズもありますし、こんな感じにメイスを立ててね持たせてもかっこいいんじゃないですかね。それでね、今後のね、制作方針なんですけれども、こちらのキットはね、僕は今回塗装はね、色分けとかね、塗装はせずに、このトップコートのね、艶消し、そして、この墨入れ塗料ですね、エナメル塗料の墨入れ塗料、そして、このウェザリングマスターですね。基本的にはこの3つを使って、制作していこうと思います。で、最近はエアブラシなんかを使ったね、塗装の動画が増えてはきてるんですけれども、今回はあまりね、塗装はせずに、このね、トップコート、墨入れ、で、ウェザリングマスターというね、僕が、エアブラシを使う前は一番多かったパターンですけれども、このパターンで、作っていこうかなと思います。なので、爪の部分がね、ちょっと気になるのは気になるんですよ。やっぱりね、この、バルバドスループスレックスというと、腕の部分がかなりね目立つ機体ですし、この爪のね黄色の爪がねやっぱりインパクトがあったりするんですけれども、ここに関してはねこのキットはもう塗装するしかね色分けする手段がありませんので、今回はウェザリングマスターでねちょこちょこっとこの爪の部分は色をつけたりするかもしれないんですけれども、基本的にはフレームとね同じ色で作っていこうと思います。パステルでねちょっと色をつけてみるっていう、手段もねあるっちゃあるんですけれども、パーツ自体がねちょっとこう黒っぽいパーツ、フレームと同じ色の、黒に近いね色のパーツなので、パステルでね色をつけても多分黄色にはねならないと思うので、基本的にはウェザリングマスターでちょこちょこっとねこうちょっとシルバーっぽい色をつけて、作っていく感じになると思います。ということで今回は、新たに買ってきました、こちらですね HG の、ガンダムバルバトスループスレックスの、開封でした。で、今回のねこのバルバトスループスレックスですね HG のやつは色分けしたいところがねいくつかあったりはするんですが、ガンプラについてるねシールもそこそこねやっぱり綺麗にね色分けができるので、今回色分けに関してはシールを使ってね、色分けを、やっていこうかなという感じではあります。で、あと、テイルブレードですね。で、このテイルブレードが僕すごく気になってまして、で、なんで気になってるかというと、これね、今作ろうと思ってるモデルの中に、このテイルブレード的なものをね、つけようと思ってたんですね。これがね、もうすでに開封動画を上げてる、キットで、このテイルブレード的なものをね、つけようとね、ちょっと思ってるモデルがありまして、それをね、どうつけるものか、ね、どうつけたらいいかっていうのを若干ね、悩んでるところがあったんですけれども、今回ね、これ偶然なんですけれども、バルバトスにね、こういうのがついてますので、これをね、ちょっと参考にさせてもらいながら、そのモデルをね、作ろうかなと思ってます。で、そのモデルは、もう年明ける前からね、そうやって作ろうと思ってて、パーツもね、パーツを別メーカーのパーツをつけることにしてるんですけれども、それをね、頼んでたりとかね、いうのがあって、もうすぐね、制作もね、開始するんですけれども、何を作るかっていうのも、今月中にね、その動画もね、アップできると思いますので、その時までのね、お楽しみということで、僕の動画の方をね、またチェックしていただければなと思います。結構ね、このモデルまだ作らないんですかっていうね、コメントも、ちらほらいただく、人気のね、キットなので、お時間ありましたら、その動画の方も、またね、ご覧いただけたらなと思います。